コンサドーレ札幌が札幌ドームを救えない理由。サッカーは日本でも人気のスポーツなんだから救ってやれよ。このままだと本拠地なくなるのだぞ。年間何試合やるんだよ。週3はやらないと救えないぞ。毎日試合すればええやん。命名権買ってあげてコンサドーム札幌にすればいい。コンサドーレに期待しないのもある意味失礼や。ナミチハムの代わりにならないの分かってるから議論にもならない。コンサドーレのおかげでワールドカップの時に建てたスタジアムで唯一黒字だったんだけど、コンサドーレが3つあれば元取れるぞ。札幌市民でもコンサドーレの監督選手名言える人ほとんどいないから、コンサドーレサポもなくなったら厚別行くかって思ってるだけやぞ。コンサドーレにすら見切りつけられる殺度。札幌市は他人任せにせずに自らが責任を持って始末しなさい。責任持って税金注入してるだろ。損切りするなら、壊すよりコンサドーレに格安で売る方がいい。維持費きついから自治体に寄付する流れ。社長だかチェアマンだかがハムを叩いたならやり返されるだろ。しかも自分らは実質的にハムに寄生してたのに、そういや殺度にイベントノウハウ提供するとか言ってたけどどうなった。コンサドーレは使用料も格安な上、補助金も出てると聞いたぞ。しかもこいつらの芝の育成や移動に莫大な金がかかってる。使用料減免分は札幌市が負担してる。高校サッカーとか市民運動会なら使用料減免はわかるが、民間企業で入場料もしっかり取ってるからな。コンサファンの中でも殺度にこだわってるのはハムに反発してる勢力だけどな。秋春生徒 J リーグ規定さえなきゃ厚別でいい。コンサドーレは一貫して札幌ドーム使いたくないって言ってるやろ。コンサからしても別に絶対殺度ないと困るってわけじゃないし、哀れなドーム。札幌ドームは試合を開催する費用が割高なのよな。 J リーグ全クラブの中で一番高いんだよ。そこまで観客が入っていないくせにさ。さあ、コンサドーレが唯一本拠地として使用してくれるチームとなった札幌ドームですが、コンサドーレまでいなくなってしまうという未来はあるのでしょうか。ぜひぜひ、皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。